ここは城山家、栄一宛ての封筒を前に千代と栄一が何やら話をしていますよ。お、俺宛に市役所から手紙が来たわ。なんじゃろか。お父さん、何かやらかして罰金を払いとかじゃないよね。なんでや、俺は何もしとらんし、だいたい罰金なら警察から手紙が来るわ。そうだね。心当たりなんかあるわけないだろう。あるんかい。こりゃ検診の通知じゃった。え、検診どんな内容の。3年間国民健康保険の定期検診ってやつを受けてなくて、病院にもかかってない人に出された通知みたいじゃわ。お父さんはいくら言っても検診を受けんもんね。そんな人に手紙を出すなんて市役所もやるじゃん。親切だね。まあ親切かどうかは知らんけど、イオンとかコスモスで血の検査ができるべな。受診券が入っちょるわ。ちょっと私に見せて。あら、自分で血を取ってお店に出せばいいらしいよ。ひえ、恐ろしい。ほら、そんげなこたえーせんわ。まっこと度胸がないもんじゃね。薬剤師さんがちゃんと指導してくれるらしいよ。心配はせんでいいが。お父さん、早速行こうや。今日は休みでちょうどよかったね。いってらっしゃい。ここは薬局の検査コーナー。いらっしゃいませ。市役所からこんな受診券が送ってきまして、この人の血を検査してほしいんですけど。はい、ご確認しますね。まあ、ようこそいらっしゃいました。お待ちしておりました。薬剤師をお呼びいたしますね。先生、お客様です。はい、はい、こんにちは。薬剤師の五代です。市役所から案内が来たんですね。お待ちしておりましたのよ。どうぞおかけくださいませ。僕は世の中で注射が一番スカンドですよ。注射がありませんのよ。この細い針で中指をちょこっと差し込んで、この容器に入れるだけなんですよ。血管に大きな針を刺して血を取るっちゃないとですね。はい、チクッとするだけですよ。じゃあ利き腕じゃない方の手を出してください。そしてこうしてマッサージを、中指のマッサージをしてください。こうですか。はい、そうです、そうです。上手ですよ。次はこのアルコール綿で消毒してください。はい。消毒が済んだらこの針で指先をパチンと刺しますよ。血液が出てきたら押し出す要領で指の先に血液をためます。そしてこの採血管のノズルいっぱいに血液を入れてくださいね。そうです、そうです。はい、血液を拭いて絆創膏貼ってくださいね。そしてカップに血液が入ったらしっかり締めて上下によく振ってくださいね。はあ、緊張したけどあまり痛くなかった。よかったですね。この血液はこちらで検査センターに送りますね。約1ヶ月後に市役所から結果の通知がありますからね。今日はよく来てくださいましたね。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お父さん、えらいじゃん。よく頑張ったね。そんなこと言うな、恥ずかしい。お父さん、市役所から通知が来たよ。ドキドキするね。尿酸とコレステロールが少し高いね。お父さんはビールもあんまり飲まんし、見た目もスマートでどこも悪いとこがあるようには見えんけど、やっぱり検査を受けてみらんとわからんもんじゃね。私の
かりつけ医の渋沢病院に一緒に来て相談してみようや。検診って大事じゃね。これから毎年受けるよ。ありがとう。千代が検査を勧めてくれたおかげじゃが。お父さんに長生きしてもらいたいし、だってお父さんを愛しているもん。よせよ。と二人は愛と健康の大切さを再確認したのでありました。めでたしめでたし。